話が、まあ、幼い頃に母親が亡くなっている少女が主人公で、で、まあ、その母親が、まあ、自分と同い年の頃にちょっと起こしていた事件っていうのを偶然知ってしまうことによって進んでいくドラマなんですけど、当時私がすごい忙しい店でアルバイトをしていて、それで何かもうなんていうかルーティンというか、あまりこう感情を使わずにこうひたすら手を動かすみたいな状態でいて、でなんかふとこういう感情っていうのがなんかどんどん邪魔になっていくのかな、スピード重視の世の中で邪魔になっていっちゃうのかなっていうふうに考えた時に、そうやって感情を押し殺すことが何かこう爆発するような事件とかにつながっちゃうこともあるんじゃないかなっていうふうに思って、でもその時に一つの事件のことを思い出したというか、私が小学校の時に神戸の事件があって、でそれがちょっとすごく印象にインパクトに残っていたので、その事件とその当時の実感というのが結びついて、まあ、こういう話になりました。結構自分自身が女性を描きたいっていう気持ちが強くて、結構やっぱり今まで映画とかって圧倒的に男性の監督が多くて、その男性目線の女性であったりとか、すごい願望であったりとかっていうのを、それを楽しむっていうのも一つの映画の楽しみだと思うんですけど、まあ、自分は女性であるし、こう実感から描ける部分もあると思いますし、かといってこうなんか女性を描くっていうこと自体がすごく難しくて、なんかこうすごいヒステリックな女性とか、すごいこう包み込むような女性とか、こうなんか一面的な側面をこうフューチャーしてこう描く、一面的に描くみたいな描かれ方をしている作品とかもあるなと思って、まあ、それはそれで潔くていいのかもしれないんですけど、まあ、自分が作る場合にはもうちょっとこう女性の多面的な部分というか、まあ、一人の人間であるのでいろんな面があるはずなので、まあ、そういうところをもうちょっと掘り下げて描きたいなっていう気持ちはあります。映画を作ったら、まあ、何が面白かったかというと、やっぱり自分でも思っても見ないような瞬間が映り込んだりとか、こう全部自分で分かりきって作るんじゃなくて、こう撮りながら分かっていくというか、撮った後に気づくとか、そういうことが面白いなというふうに思って、こういろんな創作物がありますけど、そういうのってすごい、まあ、絵とか、 なんかこう彫刻とかだってどこにたどり着くか分からないくて作るっていうのもあるのかもしれないんですけど、映画って特にこう想像もつかないようなことが起こったりとか、その瞬間の人の表情であったりとか、そういう理屈じゃない部分が映るっていうのがすごい魅力があるなっていうふうに思いました。このままじゃダメだよねっていうのはすごい毎日強く思いますよね。そのためにそれをこう直接的にこう声を荒げて言うっていうことじゃなくて、せっかくこう映画を作るっていうことをやってるので、どうにか物語でそれを伝えたいというか、物語を通して感じてもらえたらなっていう。